問題です。はい。10勝以上複数回やった選手当ててください。1人だけ1回しかやったことがない選手がいます。八木、はい、さんとか一緒にやってないんだよね。武田雅美さんは一緒にやってて、多分ね、10勝何回かやってって開幕投手とかもなってる気がするんだよね。武田雅美さん。はい。わーけー、大谷翔平。あいつは一緒にやってんのに全然知らないじゃないですか。ちょっと待って、大谷翔平って10勝ウルフも長かったよね。いや、今のもう行こうと思ってんのはウルフか八木さんなんよ。八木さんなんてだって新人の時にすでに10勝してるイメージがあるから、八木さんはおそらくねしてるはずなのよ。いきます、八木智也。ダメだよ。何やってんすか八木さん。会った時ギャル男みたいな格好してたんだけど。八木さん、そりゃギャル男だわ。俺もう何してんの。